寝る前の将棋ボスやっていきたいと思います。なんとかね6級に上がったんですけれども、これからね強い対局者とやっていくと思うと、どん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 将棋のトレーニングしていかないといけないなと思ってるんで、こっからの道はさらに険しそうなんで頑張ります。お前が後手だ。ちょっとお客入ってってのが多いんでよろしくお願いします。相掛かりですね。ということはもうね相手が5級とかだと正直相手になんないと僕は思ってますからね。強すぎて相手が、相手は金無双ですか。これで正直棒銀してきたらめんどくせえなって僕は思ってるんですけど、ですよね、棒銀ですよね。棒銀の対策が正直本当上がってないですよ。これこっち来られて取って、こっち来られたらこっちだから、ああよかった、対策合ってたのかな。本当棒銀、ああまだ粘り寄る。これこっち来て歩で先に手出して飛車で振ってるのか、歩打って歩打って同歩同銀歩打って詰められてですよね。そうなると雁木作っても結局行かれるってことですよね。だったらもう先に歩で上げとくか、角道を開けるか。もう押し込まれてますよ。これね5級とこれ寄させて取ると同銀歩打ってで同銀同銀でこれなっちゃうから、これ置いといたら同銀歩同銀できて金で飛車で来るのか。だから飛車をちょっとずらしてんのは5五に角に来た時の対応ってことですよね。じゃあ5五に角いったるか。なるほどね、攻めに厚みを増やすわけですね。歩打ってこっちも桂上げてもいいのかな。桂上げときますか。もう雁木どころじゃないけどね、ものすごい力戦になってますよ。もうごちゃごちゃしてるんで、時間は正直いっぱい使ってでもいいかなと思って、これでこう来たのか。なるほどね、よう考えられてますね本当に。これじゃ攻めないと角で取られて金でだから、ここは攻めの一択ですね。ちょっとね冷静にいくというか、で歩打たれて元のところに戻って、あんまり体勢としては変わってないという。あそこ防ぐのか。で次詰めて身動きを取れなくしたいわけですね。だったら真ん中を開けて、うざおです。結局たらこうなるんですよね。銀で上がって歩打たれて取って銀で、ただ相手は角で上がってくんだか。ただ角道を止めたいっすよね。先に角道を止める方が先かな。これで角道が止まってたんで、一応桂馬をダッシュするか。7分で角で上がって、もうめちゃめちゃごちゃごちゃしとるんですけど、ここに桂馬打ってきますよね。だから先にここにふんどしの経緯されたくないから、
で次もふんどしの刑で行かれんのか。ただ銀で来て、まあふんどしの刑を防ぎたいから金を寄せるか。銀が孤立するんで上がって剣か、上に上がるか。歩打って、なるほどね。なんとなくなんか向こうが狙いたいことがちょっとなんで上がってきたかってのは分かった気がする。誰かにふんどしの刑されたらどうすればいいんだい。玉で早めに逃げとっか。もうふんどしの軽病ですから。そこに引いてくれるんだったら。ふんどしの軽。狙ってたふんどしの軽。狙いふんどしの軽で。この銀をどう生かすかですね。飛車を使って。これで歩打って同歩同角で、熱いっすよね。で歩打たれても、これ横歩かな。下がるとはちょっと消極的ですよね。ただ横に出ると5分、角大手角が嫌なんで横にずれるか。そうっすよね。そこを狙いたいなと思ってたんで、攻めっ気を出したいっすよね。当然歩打って、角で銀打って角打って飛車がずれるから銀打って同桂か。それだと微妙だな。歩打ってずらして飛車をね踏み込ませたいんですよね。ただあんまここにズチッとしてるの微妙っちゃ微妙なんで、銀で跳ね上がっていくかな。角打ちが怖いんだよな。叩きの歩角打つか。これ取ったら角打って金と飛車取り、まあ、避けますよね。避けたよね。狙いはバレとんすよ。腹銀、銀打って、角腹銀行くか。でここで歩、ここで角打てば飛車と金どっちか確定ですよね。ただ金取るのもなあんま意味ないか。歩を普通に打ったら多分何の意味もないから、迫力を持たしたいですよね。角打って、迫力を、迫力重視で。これで金が銀を取ったら飛車を取りに行きゃいいし、取らなかったらなればいいか。3分だよ。これは角をなった、なる一択ですよね。で同玉で歩打って、いや金打っちゃいいか。金打ってそこに下がって、でも歩でいいか。
で金打って、金そうだよな、横にずれて下に下がるか。攻めきれなかった。2分30秒。負けかも。あんだけ駒があったら詰められるよな。角打たれるよね。あ、打たないのか。余裕見せてるの。2分。完全なミスだな。まあ、いっただな。勝ち目がないもんな。諦めるか。5級の壁は高いな。悔しいじゃろ。この悔し涙を力に変えるんじゃ。さあ、感想戦やっていきましょう。相手の棒銀だったんですけど、まあ自分の対応が良かったかどうかってのはかなり微妙だとは思うんですけど、このね、棒銀に対して推奨は4三銀か。4三銀で2六銀、4三銀2六銀8五歩。そうですね、8五進めろみたいな形になっちゃうんですね。で3六歩で5二金。でまず、まあ、相手がこの飛車ずれてくれて形勢が、で僕のこの歩が悪かったみたいで、かなりで狙うべきだった手は相手が3四歩、で同銀。この手はいい手があったのかな。本当は3五歩が良かったわけか。3五歩同銀で3六歩打ちで、4五桂で同桂で3六飛。まあだからここの時にうかつに、まあ確かに用具突っ込んだら角使えるかなみたいな形であったんですけど、そんな余計なことをしないでじりじりと行けばよかったってことですよね。でここの角で上がったのも良くなくて、やっぱこの3五歩ってのは早ついたりしてかないと、まあ相手も悪い手をついてんですけど、こう自分のいい手ってのを早めについとかないと結局そこが良くないですね。この3五歩を早く解消したかないと結局どんな手を使おうが、形勢悪くなるってことですよね。だこの角の下がりも悪かったっすけど、でも他、ああそうですね、5三角ぐらいが良かったですかね。下に下がりすぎたんで攻めには使えてないですよね。でこの歩もあんま良くなくて、相手のこの歩がね、桂、そうですよ、まあ歩だよね。でこの歩も良くなかったみたいですね。良かったら4五銀か。確かにこうやって遡ってみると4五銀で取った方が歩打つ意味は全く意味わかんないですね。確か多分歩の死の桂がすごい嫌だったんですよ。この4四に金桂馬打たれるのがすごい嫌で、それを阻みに行ったってやつなんですよね、確か僕の狙いとしては。でまあ本当は、
まあでも4四桂打たれたら4八桂成だから、まあそうっすよね、結局まあ苦しいけどしょうがないってことですよね。で飛車引いたのも確かによくわかんねえなと思ったんですけど、このふんどしの桂で、まあ、金を寄るのはそりゃそうでしょうと思うんですけど、ここでね珍しく褒められましたよ、この歩ね。でここが角が効いてるんで、まあ、ここでいけるかなと思って、ここを突破してかなり形勢は良くなったんですよね。粘って粘ってで、相手のこの金のズレはちょっと意外で、まあ、多分ここで、金を取ると僕は狙った6六、まあ、本当は正確に言うと4四角ですけど、多分それを嫌がってなんで前に出たのかは謎ですけどね。だからこの時点で詰んでるんですよね、きっと。4八金打って4八に金か、4八に歩金打ってで5八歩成、あ違う、5八歩成で同金5八で6六角打ちで6七金左で3九角成、そうね、飛車取れてたらね。で7六金、これ詰んでたんですよね、多分この時点で。ほぼただね、腹銀がね握手になってんすよね。正確ならやっぱ6六銀で、このうちとこの時確かに6六角打っときゃ、6六角です、6六角打っときゃこれで5八で入った時に、うーん、よかったですね、角。まあそうだな、これ腹銀に騙されましたよね。騙されたってわけじゃないですけど、でこの角も遅いんですよね、金が戻ってからなんで、この一手先に角打っときゃよかったんですよね。じゃあ相手のこの歩も良くなかったみたいですけど、もうでここの次のこの歩でもう最悪。いい手は何だったんですかね、これ。うん、5六金のが良かったんですかね。5六金だったら結局銀取られるだけなんで、4七金打ちか、4七か、あー確かにな、よう考えたら4七金打ちが正解ですね。で6八玉で5六飛、あー確かにな、この歩はぬるいな。で押